じゃあ楽器はこの辺りに置いていいかな。うん、ドラムが左側でキーボードはもう少し右側でいいかな。それにしてもドラムもキーボードも宿舎の音楽室から買って少し古いけどちゃんと使えそうだね。あ、そうだ、私机とか椅子を他の部屋から借りてくるね。練習の時にあったら便利だろうし。私も手伝うよ。ねえねえ、Mちゃん、今って何してるの？発表会の練習だよ。私たちの班、ミュージカルの曲を演奏することになったんだ。へえ、楽しそう。ミクも練習見てていいかな？もちろんだよ。ミクちゃんに聞いてもらえるなんて嬉しいな。Mちゃん、ちょっと手伝ってもらっていいかな？こっちももう終わったから大丈夫。楽譜も確認したけど問題なさそうだったよ。それにしてもスマホで楽譜が変えちゃうなんてすっごく便利だよね。うん、曲も配信サイトから変えたから練習の時の参考にできるね。準備もできたことだし、練習始める？うん、ちょっと待って。どうしたの、さきちゃん？あのね、小羽ちゃんにお願いがあって、もしよければ一曲歌ってみてほしいの。え、私が一人で？うん、Mちゃんの歌はショーを見に行った時に聞いたけど、小羽ちゃんの歌は聞いたことないなって思って。あ、私も聞きたい。私もって言いたいけど、小羽ちゃんは大丈夫？急なお願いだし無理しなくてもいいからね。ありがとう、ほなみちゃん。でも大丈夫だよ。じゃあいつもイベントで歌ってる歌をワンフレーズ歌ってみるね。ちゃんみたいにまっすぐな声だけど、でも少し違って、お羽ちゃんの歌、可愛くて、かっこいいな。歌ってくれてありがとう、お羽ちゃん。綺麗な声で、思わず聞き入っちゃったよ。本当？変じゃなかった？とっても素敵なんだよ。うん、ライブハウスで歌ってる時の雰囲気も伝わってきたよ。よかった。ちょっと緊張しちゃったから歌に変な力が入ってないか心配だったんだ。それに同じ学校の子の前で歌う機会ってめったにないから。でも大丈夫ならよかった。それじゃあ、小羽ちゃんの歌も聴けたことだし、みんなで音を合わせてみよっか。カウントは私が取るね。よろしくね、ほなちゃん。Mちゃん先生もよろしくお願いします。ロジャー。それじゃあ、行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
ちゃんがエイミーのパートを歌うって言ってたけど、二人ともすごく上手に歌えてる。リズムもちゃんと取れてるし、サキちゃんの伴奏も問題なさそう。これなら。あれ、おかしいな。ベストサマーってこんな曲だっけ？なんか変だな。演奏が歌に馴染んでないっていうか、私なんか間違えてる？なんだろう、ほのみちゃんたちの演奏に歌が合ってない気がする。私変な歌い方しちゃってるのかな。あれ、なんだかちょっと違う？なんだろう、わかんないけど、これだとミュージカルにならない気がする。お疲れ様、みんな。Mちゃん、さっきの演奏どうだった？私もよくわかんないんだけど、ミュージカルじゃなかった気がする。やっぱりそっか、私もあんまりしっくりこなかったんだよね。私も楽譜通りに弾いてたつもりだったんだけど、どこか間違っちゃったのかも。サキちゃんたちのせいじゃないよ。実は私も歌ってて変な感じがしたんだ。だから私の歌い方が違うのかなって思ってたんだけど。なんでだろうね。小羽ちゃんの歌も音程やリズムが違う感じはなかったんだけど。私なんとなくわかったよ。音程とかリズムも大事だけど、そればっかり気にしすぎなのかも。ミュージカルは楽しいって気持ちとか悲しいって気持ちをドーンって一番前に出していいと思うの。気持ちを一番前に？まずは役になりきるのが大事ってことかな。演技をしないって言ってもミュージカルって感情を込めて歌うもんね。私ライブハウスで歌うときは会場の雰囲気とかお客さんの反応を見て歌い方を変えるから、そういう違いもあるのかも。うんうん、きっと歌だけじゃなくて演奏ももっとエイミーとドロシーの気持ちに合わせた方が良くなるんじゃないかな。エイミーとドロシーの気持ちに自由に演奏しながら正確にリズムを取る、それってきっとジャズと同じ感じだよね。ちょっと難しそうだけどやってみようか。エムちゃん、教えてくれてありがとう。どういたしまして。みんな、Mちゃんのアドバイスを踏まえてもう一度やってみよっか。うん、それじゃあカウント取るね。ワン、ツー、スリー、フォー。お疲れ様、さっきよりミュージカルって感じになったよ。よかった。でもまだ歌が演奏と馴染んでない気がするんだ。歌で役になりきるって難しいね。演奏の方もさっきよりは良くなってたけど、あと一歩って感じだったかも。そうだね。でもどんどんいい感じになってるし、この調子で練習頑張ろうよ。うん、みんなでワンダフォーイの演奏にしようね。あれ？もう1時間経ってる。そろそろ片付けないと次の班の子たちの練習時間になっちゃう。あ、気づかなかった。急いで片付けないとね。
もっと練習したかったな。うん、練習時間全然足りないよね。そうだね。どうすれば短期間でうまく練習できるかちょっと考えてみよっか。うん、そうしよう。じゃあ私、次の班の子たち呼んでくるね。あ、うん、Mちゃん、ありがとう。ちゃん。